柏駅。柏駅は、千葉県柏市柏一丁目及び末広町にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東武鉄道の駅である。JR 東日本の常磐線と、東武鉄道の東武アーバンパークライン、野田線が乗り入れ、接続駅となっている。JR 東日本の駅には、快速線を走る、特急、中距離電車及び、常磐線快速電車と、 観光線を走る常磐線各駅停車が停車する。改札は、当初からある北側の中央口と、東部は1992年、平成4年4月、遅れて JR は1999年、平成11年4月に開設した南口の2箇所に、ある。駅舎は、中央口側は、通路と一体のものが双方にあり、双方の通路を接続することで東口。 西口を相互に利用している。一方南口は一本の古線橋に両社の駅舎を接続する形をとっている。JR と東部の改札内は完全に分離されており、連絡改札口も存在しないため、双方の改札口を通らないと乗り換えができない。一内は双方が接しており、同じ向きに線路とホームが並んでいる。なお、 西口の出入り口は駅名に東部 JR の2社表示があるのに対し JR 管理の東口の出入り口は JR 東日本のロゴのみで東部の表示がないが記述の通り両社の駅舎は事実上一体であるため東口も JR コンコース経由で東部コンコースにつながっている島式ホーム二名四線を有する地上駅で京上駅舎を有している駅番号は 快速と各駅停車で、それぞれ JJ07、JL28 が付与される。改札口は、中央口と南口のほか、朝ラッシュ時限定の3.4番線、快速ホーム直結の入場専用改札が、中央口改札側、自動券売機の左側にある。2005年7月9日のダイヤ改正より朝、ラッシュ時の上りを除く。 フレッシュ日立の全列車と、上り、スーパー日立一本が停車するようになり、3.4番線ホームに自由席特急券券売機が設置されたが、2015年3月14日のダイヤ改正で新たな着席サービスの開始、自由席の廃止に伴い、2015年3月6日から新型の指定席券売機が設置され、自由席特急券券売機は使用停止となった。 設置場所も11号車付近から8号車付近に移設されている。なお、現在の特急停車は夜の下り一本と朝ラッシュ時の上りを除く、時は全列車と下りの日立一本となっている。中央口前に緑の窓口ビュープラザがある。なお、南口県バイキ横にあった緑の窓口は2006年7月に営業を終了し、その役目を 指定席券売機や中央口の緑の窓口に譲っている。自動改札機は、スイカパスも及び、スイカと相互利用を実施している各 IC カードに対応している。観光線は、北柏方に留置線が一本あり、松戸、綾瀬方面へ折り返すことが可能である。毎日朝夕に、当駅折り返しの常磐線各駅停車が設定されている。なお、 一番線の当駅始発列車は、阿鼻コ方面発よりも、わずかに南柏し寄りに停車し、整列上車位置を分けている。快速ホームは、利用客増加に伴い1998年7月12日に、ホームの拡幅工事が行われ、四番線側が広げられた。このため、三番線側は、階段の壁とホームの端までのスペースが狭いままの、箇所がある。また、 重量編成の快速、特別快速は上の寄りに詰めて停車する中央改札口そばの階段下が10号車の停車位置にあたる。複々線加工自前は2面2線に貨物列車用の中線1線のみ存在するシンプルな構造の駅であった。事務官高度は44万1112当駅は快速線と観光線の線路別複々線区間内にあり、 1.2番線が各駅停車専用で3.4番線が快速専用のホームとなっている。上野東京ライン開業に合わせて2.4番線はほぼ全面的に放送が更新され1.3番線は最強線で導入されている放送に一部更新された。微光全ホームでサウンドファクトリー製の発車メロディを使用している。 東端式ホームの2面4線を持つ地上駅で駅施設は駅ビル、柏高島やステーションモールの中にある。駅番号は TD24。ホーム番号の不番は長らく JR からの続きとなっており、東口側より5番線から8番線となっていたが、2011年7月のダイヤ変更に伴って西口側より1番線から4番線へと変更された。 JR 線とは4番線同士が隣り合っている。駅ホームの構造上、大宮方面と船橋方面を直通する列車は、当駅でスイッチバックを行う。船橋方面と大宮方面を相互に直通する列車は、日中時間帯には設定されていないため、日中はそれぞれを6分で乗り継ぐことが可能なダイヤになっている。6号車付近、平日朝は、 女性専用車に乗車することにより、ホームセンターにある通路を利用して、階段を使わずに、スムーズな乗り換えが可能。コンコースからホーム階に降りるエレベーターは、中央口改札から大宮方面ホーム1.2番線への1機のみだが、前述のホームセンターの通路が近いために、船橋方面ホーム3.4番線への移動は、姿である。改札口は、 東口と西口を結ぶ通路上に出る中央口と南口の2カ所。南口改札には定期券発売所を備える。2009年平成21年4月には改札内、外にいわゆる駅中が8店舗開業。それに合わせて駅構内もリニューアル工事が施され案内サイン類もより見やすいものに変わった。また、 駅構内の案内板をピクトグラムを用いたデザインに一新した。ホームにあった吊り下式駅名標と路線図は撤去され、駅名標、路線図、所要時間と一体型になった自立式案内板が設置された。2015年、平成27年2月7日に1番線、2番線で、同年3月14日に3番線、4番線で、 ホームドアの稼働が開始されることになった。なお、このホームドアは稼働式ホーム作という表現が用いれている。かつて野田線が貨物輸送を行っていた時は、現在はステーションモールの駐輪場となっている付近に上磐線への連絡線が存在していた。また、現在の一番線が元の貨物列車の引き込み線を呼び、 上番線への連絡線のうちの一本で、1.2番線ホームの下に当たる位置に、98番線と貨物列車の引き込み線が存在していた。発車メロディは、1.2番線が、エーバース、グテンモーガン、3.4番線が、オーシャン、シャシードレルを使用している。また2009年、平成21年12月に、駅自動放送が導入された。なお、 2014年4月に東部の打線は東部アーバンパークラインの愛称を導入した。2016年度の両社を合算した乗降人員は約39万人である。90年代には東京都の秋葉原駅、高田の馬場駅、神奈川県の川崎駅などのハブ駅より乗車人員が多い駅と知られ、首都圏では埼玉県の大宮駅に準ずる利用者数だった。 千葉県内では JR と私鉄乗り換えを合算して1位となることもあり、船橋駅と1位2位を争う形だった。しかし、その後、朝のラッシュ時乗車率200%以上が問題視され始め混雑緩和目的のため東武線の新京成線乗り換え案や常磐新線、金の付設、東京メトロの東葛飾地区、松戸、柏南地区、 野田方面への延伸が計画された。1999年住民の希望に沿う形で、北総線と新京成線の既存乗り換え駅だった新鎌ヶ谷駅に、東武線の立体交差ホームを設置し、柏を経由せずに、上野方面、松戸方面へ向かうことが可能となった。さらには、千葉ニュータウン方面、京成津田沼方面への行き来も容易となった。 2005年開業された常磐新線は、つくばエクスプレスと命名された。このつくばエクスプレス開業の影響を受け2004年度から2006年度は2年間で、乗降人員が5万人程度減少した。従来柏駅で乗り換えをしていた乗客が、東武線とつくばエクスプレス線との乗り換え駅である、流山大鷹の森駅を利用するようになったことや、北総線、新京成線、 東武線のハブ駅である、新鎌ヶ谷駅の乗り換えが開始されたことによって、柏駅の乗降客数は激減した。近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通りである。JR を除く。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。駅東側から旧水都街道付近、さらにその先にかけての周辺一帯は、 東葛飾地方北部の商業の中心地として、千葉県内でも有数の商業集積地となっており、柏市の中心市街地が形成されている。その外縁は住宅地である。日本で初めて建設された駅東口及び西口のペデストリアンデッキ、通称ダブルデッキで駅東口で入り口とつながるスカイプラザ、ビッグカメラ、ファミリカ市は、 丸いといった大規模店舗のみならず、駅前通り、ハウディモールを軸に、二番街通り、カシモディ、新生道、カルチェゴ、ドンキホーテを含む、セントラルパルガイなど、中小規模の商店が多い中心部型の商店街が広がり、商業施設だけでなく一部区画には、風俗店、ピンサロデリヘルなども存在する。主に日中、夕方を中心に、 多くの人で賑わう繁華街の様相である。最も古い商店街は1942年、昭和17年頃から栄えた旧三戸街道、柏神社北方面の柏本町通りで、こちらは燃料店、酒病店、呉服店、学生服店など、昔ながらの業態も持っている。また、東武駅舎と一体となっている柏高島やステーションモールは、 同駅のランドマーク的な駅ビルである。その他、市街地としての歴史は浅いものの、駅西側地区にはオフィスビルなどが立ち並び、証券会社の支店や小規模の商店などが存在する。駅で入り口は、東口、西口の他に、南口がある。東西を結ぶ、古戦橋に出る南口改札口は、すぐ、左手、東の、ファミリカシワビル内に進めば、 小柳町上空通路を経由して2番街通り、セントラルパル街方面への近道として利用でき、屋根がある。また、右手、西に進めば、千葉県立東勝鹿高等学校、指針予備校、三国幼稚園方面への最寄り出口となる。駅東西には、タクシー乗り場とバスターミナルがある。バスターミナルバス乗り場については記述の通りである。東口または、南口より、 左方向の側、柏市柏、町目、中央町、中央、泉町、緑が丘、若葉町、千代田、町目、あずま町、東、桜台方面。原則として、徒歩10から15分以内の場所にある、主な施設を記載する。西口、または、南口より、右方向の側、柏市末広町、浅市町、向原町、豊か式台、 茅野町、西町、名言、明けぼの方面。原則として、徒歩10から15分以内の場所にある、主な施設を記載する。デパート、複合商業ビル、金融機関、証券会社、宿泊施設、学校。予備校、学習塾、その他、バス乗り場は、東西側双方にある。東口構内は、 日曜日及び休日の10時から18時までの間は、駅前通りが歩行者天国になるため、迂回ルートにより乗り入れている。これは2013年1月20日から柏市が実施している実証実験によるもの。それ以前は柏神社近くの休日用バス停を発着していた。柏市南部、湘南地区方面への路線バスが発着する。 柏市北部や流山市方面への路線バスと、羽田空港、成田空港、仙台駅への高速バス、野田市方面への深夜急行バス、ミッドナイトアローアーバンパークラインのだが発着する。東部バスと京浜急行バスの共同運行、有楽町駅、上野駅発阿鼻子駅業の深夜急行バス、ミッドナイトアロー柏、阿鼻子号、東部バスイーストも西口で校舎扱いを行う。 乗車は不可。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。